袋は俺の見え見なもう一回やろうお袋は俺の目を見て泣いてやめろって言うけど俺がやらなきゃ誰がやるんだ咲かせてみせます桜川そうそうお袋はそっからなんやきつっ言わせ、はい、お袋は俺の目を見て俺の目を見て泣いてやめろって言うけど俺がやらなきゃ誰がやるんだ咲かせてみせます桜川その心意気だね三つを知ってんねんけどこれ私もはいえなんかの文章やんなこれそう何が何か分からんけど聞いたことあるんなんかヤンキーの頭みたいなえアニメこれもう違う現実何で有名なんこの文聞いたことあんねんけどマジで TikTok で多分回ってきてると思う TikTok か暴走族かなの頭がなんかいや なんでそんなことするんですかみたいな多分ニュースのとかで、うんうん、多分それでこれ言った、うん、名言やなかなんか決意みたいな決意名言やんじゃんこれ卒欄に書いてる言葉ってめちゃめちゃ臭いもんななんで書くみんなみんな卒欄切るってなって卒欄卒欄こう刺繍卒欄ってのえあのなんかこうあなんていう特攻服みたいなあ刺繍で、まあ、いろんな柄入れたりとか、うん、あると思うんですけど、うん、文章何入れるか言葉、うん、言葉社会どこにちなみに社会ってどこにシャーと書いて右肩左肩、ええ、左にシャーって入れんねや左シャー逆っぽいってな普通会社になるんちゃう、うん、見てたらなこっちから見たらどっちでもいけるあなるほどねそう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 今から社会に出るぞっていうそうすげえなあ深い私ケツに入れよう何で入れるの社会桃ってひらがなで片方だけにカタカナで桃ってなんで赤あのお尻っていう意味なお尻、うん、桃桃ということで本日も皆さん元気にお送りしてますね突っ込まれるほどのボケじゃないんかちくしょうさてさて弱いか本日のお題は、お掃除ですか、はい、あそうやもうそんなとこまで飛ぶんですかはい、 いや飛ぶもクソもだってそんな話やもんなそうよ今日はその今日はその話ですからいや結構来てるよありがとうございますありがとうございますみんな掃除が好きなんやねおいいこと、すごい私もでもちょっと知識ゲットしたんでお披露しますじゃあ呼んでいきましょう、うんはい、一番古い古いちゃん下古いちゃん最初にツイートしてくれたよねそう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 最初にツイートしてくれた人はいは誰だ私も探せてこれだライスはピンク様の部屋の壁になる、ね、掃除する部屋の壁を掃除するちょっとこれ読みたいけどちょっと漢字多すぎて俺ちょっともう読む気失っちゃってるんですけど頑張りますね、私本整理とかあ、ちょ、読んで整理するとか整理整頓系の掃除はとっても得意なんですけど汚れ取る系が本当にめんどくさくてそもそもめんどくさすぎてちょくちょく掃除することができなくていつも大掃除に全部やる羽目になってしまいます、はい、そんな私は揉み知識なんて知らんので知らんね大掃除自体の豆知識をおおありがとうございますありがとうございますでも絶対調べてるやつや調べてくれたやつ大掃除とはもともとお正月に三神様の最神様を迎える準備の意味がありました最神様は、初日の出と共に訪れ最新様その年の欲作をや幸福をもたらす豊作や幸福をもたらしてくれる神様です。はい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 、最新様はお迎えするにあたり、そこで出ちゃうよね。家中のすすを払う。家中のすすを払うすす払いという儀式が後の大掃除の原型になります。江戸時代には12月13日に掃除をするのが一般的だったと言われています。放送部の日や。
ありがとう、うん、13日ってほんまや、あ、ほんまやだからこれ聞いて大掃除しないとあかんねやな、ほんとは年神様やろしな、あ、年神様か、年神様最新祭じゃない最新祭じゃないか、訓読みしすぎた年最新やったけどね、はい、年神です、ね、あ、年神年神でした、神を迎えるための掃除やったんやな、大掃除っていうのは綺麗な気持ちで綺麗なお部屋に呼ぶみたいな、うん、確かにね、イソベンハウスはダメです絶対来てくれへん、イソベンハウスはダメです、うん、多分前までも来てくれへんあそこ多分行かんでええちゃうかなって思われる寄りたくないな、寄りたくないな、ちょっとガチで大掃除しな、やばい、じゃあ大掃除はほんまにしようしな、やばい、もう引っ越そうやこの背景見れなくなるで、もう引っ越そう引っ越そう、え気づいてるみんな、あそこの双剣美ちゃんいつからあるそれあーやって私関係ない、あの双剣美ちゃんでもあれはほんまに1週間ぐらい前でだからじゃあやからあかんねんそれってやっぱ一番あの辺が一番あの辺りのスペースが一番怪しいねって、はい、聞いて聞いて、はい、聞こう聞こう、あそこだってぬいぐるみクッション座布団お布団そやな、無理やん、いや関係ないね、双剣美ちゃん、双剣美ちゃんは捨てたとしよう、捨てたとしてもどこが変わるよそれを掃除するんや、あ、そう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 、なんかいらん、いらんもの、いらんもの、いるもの、いるもの、ちゃんと分けよ、そうやな、うん、確かに、だってなんかそこのなんか資料みたいなとか絶対いらんやつあるしなうん、そこに置けばいいと思ってるしな、なんかあったら、うん、そうやないよそっちに置いとこうってなっちゃうからね、この画面の反対側ですね、うんうん、全然任天堂スイッチとか俺もらうで、え、それを置いとくから、いやいや全然もらう、それはみんなのやつ、あ、本当ですか、うん、スイッチはみんなでもらえるかな思ったのに、無理です、あ、本当ですか、残念でした、まあでもそういうことよ、この神様を迎えるために大掃除するってことですから、そうやな、マジ綺麗にしなんか、そう、だイソメンハウスも神様来てもらわなあかんから掃除しよう、もっともっと、はい、いろんなことが、いろんな巣、いろんな、いろいろやな、話はまとまってませんがでも神様を迎えないと、それはだってまだここで止まっちゃいかんから、そうです、そう、神も味方につけないと、もっともっとギョンと上に、そうよ、伸びていくという、はい、登っていくか、はい、大事ですね、大事よ、うなぶいん、うなぶいん、ちょっとまだ何も読んでなかったけど止まったので、うなぶいん、お、いいね、掃除の極意、極意、ね、掃除は好きなのですが面倒くさいので大掃除の時ぐらいしか細かいとこはしません、多いな、やっぱ、うんうんうん、そのせいで汚れが溜まっておりなかなか落ちてくれませんが、そうな、豚まろと雑巾を使えばピカピカになります、出た、やりがいしかないです、ゲロンっていう感じで、うん、あげるゲロンいいですね、え、だから歌まろう、それ私も避けようとしてたんですよ、その大掃除のこれがあれば大丈夫だよ、こうな、歌まろ、確かに、でもさ結局歌まろってさ、あの、なんていうの、水分発生するところとかじゃないと流さなあかんや、そうね、うん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 、確かに、あわあわ、そう、フローリングとかまだ別や、フローリングは掃除機回したらいいかな、水拭きみたいなとか、あ、雑巾掛けみたいなことですか、そう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 、でもそれはクイックルワイパーで、クイックルワイパーCM の人やん、喋り続けてよ、でフローリングのフローリングウェットシート、ウェットシート、それで拭いた、あ、私たちの部屋もあるんじゃん、ウェッティってクソ便利よな、いや便利なあ、私あのウェッティちょっと拭いた後乾いてない間のあのちょっとなんかベタってないけど感じが苦手なんですよ、わかる、空拭きしたい、あ、確かに、空拭きまでが空拭きシーンとまたたまるから結局え、新聞紙で空拭きすればいいみたいな話聞いたことあるんで、知らん、水場か、なんか窓とかなんかそういうの新聞紙で引いたら傷つかへん、いたら、でも新聞ってめっちゃ疲れるらしいですよ、掃除で、でも水分はほんまに吸収するから、新聞紙は紙、なんでそういうことでいいかな、神やし、水分吸収、あれでもっすよね、あの浴室乾燥、うん、あの掃除機じゃなくて洗濯機、うん、もう浴室乾燥の時に新聞1個入れて乾燥機かけたら湿気なくなるみたいな、ぐちゃぐちゃならへんのかな、新聞紙だから、それはもういいんちゃう、え、ちゃうよ、なんかさ、こう破れて服についたりとか、そういうことな、そうそうそう、たまにな、私小学生の時やらかしてたんですけど、あのポッケにティッシュ入れて、うん、洗濯物回してお母さんに怒られまくる、めっちゃ怒られたもん、なんで言ってないな
って言われる。違う違う、俺いつも言ってたもんな。なんで確認してくれへんの。最低よな。ほんま最低よな。絶対自分で確認しろ。でも入れようと思って入れてるわけじゃないもん。入れようと思って入れてる。いや入ってんねん。入ってる中で抜き忘れてんねん。そうやな。総研美女だけちょっとどうにかしてもらっていいですかね。とりあえず。とりあえず一回。どこにある？そっちにあるやろ。あっちです、あっちです。え、こっち見て。え？これ今日の。これ今日の。今日のでもやけど。めっちゃ見せてます。多分冷蔵庫の中にも一本入ってる。ねって。総研美女。多分入ってると思う。テーブル置けよ。じゃラブやん。テーブルの上に置けよ。さすがに CM 欲しいな、総研美女からな。からうん。お願いします。好きやもんな、そうけんみちゃん、貢献してると思う。そうやな、ぐらい。確かに。いやでも分かる、掃除、次の人いいですか、はい、うまーうわー、キーちゃんマークついてます。カモン。お掃除していると、顔を出してくる思い出たちに気を取られないことです。どういうこと？あ、お掃除の極意ね。あー、理解理解理解。顔出して。だからそう、ちなみに私は卒業アルバムとか見返しちゃっていつも進みません。お掃除が苦手です。掃除してる時にその一番なる現象はそれらしい。なるほどね。確かに。そういうでも思い出ボックスらへん掃除する？いやあんましんけどしたいよな。てかどこにあんねやろ卒業アルバム。でも確かにそこら辺はあんま俺も掃除はしんけど、うん、でも断捨離はしたいよなと思うな。いや断捨離ほんまそれなあ、めっちゃしたくて今。断捨離とかあんまできひん人。俺できひんのよ。できひんねんけどやろうかなみたいな。うん、じゃなんか物に情いっちゃうんよ。まだ使えるからじゃなくて。じゃあね、なんかこれめっちゃ昔ずっとこれ着てたなとか、あ、思い出がこう強すぎて捨てれん。ピンクあれじゃない、そのさ、いろんなものっていうよりかはさ、これって決めたものを、うん、あーそうやな、うん、買うから、うん、じゃない確かにそれはあるかも。で、ずっとそればっか着るしな、気に入ってるから。そう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 、確かに確かに。そうそうそう、あー、それでステレンクなんのか、うん、なんかあんまこれ着てないな、最近みたいな服とかはないの。そのちゃんと整理してるイメージがあるから。それはそうやな、うん、だからな気もする。だから断捨離するほどさ、ごちゃごちゃしてなくない？なんかなイメージなくない？なんか、ちょっと T シャツとか今腐るほどいいなんで。あ、そうなん？いますか、なんか。うん、おぉ、フリマして、フリマ。いや、もうあげますよ。え、みんなも参加したらいいじゃん、そのフリマ。うん、する？え、したい、して。あげますよ。私もお客さんとして行くし。いいですよ、いいですよ。行きたい、行きたい。行きたい、行きたい。卒あるね。でも卒あるとか確かに見たら、めっちゃ、気づいたら時間進んどるやろな。うん、わかるわ、その現象はめっちゃわかる。いつから見てないやろな。私はこの前、高弘先生を眺めてた。あー、出た出た。YouTube で話したからや。乗ってんねや、ほんで、その先生。うん、髪の毛切った？切った。髪の毛切った高弘先生ね。痩せてはない。プーさんやったっけ？プーさん、かっこよかったわ。高弘先生な。痩せたらバグ戻せるんちゃう？じゃん。いや、それは望んでない、私は。あ、それがベストなんやな、うん、今が。そういうこと。今がベストか。はい。なるほど。はい。え、黙ろういな。私言っていたい。言っていたい？めちゃくちゃ共感できるやつ。ほう。あの、丸も部員で、うん、掃除の極意は分かんないですが、掃除するときはとりあえず、ホコリがダメなので、マスクをしたりして、雰囲気だけ出しときます。そして好きな曲をかけてノリノリになります。そしてリズムに合わせていらないもの、使わないものをゴミ箱っぽいです。すると気づいたら2時間ぐらい経っています。すげえ、これめちゃくちゃわかる。全然わからん。え、最後に書いてなかった？草原美茶をポイします。書いてない。あ、ほんまに、うん、でもホコリがダメなんめっちゃわかるね。あ、それはわかる。めちゃくちゃマスクするもん、ほんまに一緒、うん、そこまで一緒やけど、音楽聞こえへんくなんねん、私途中から。うそ、集中しすぎて。集中すぎて。断捨離の時とか、特に衣替えとかも。音楽聞こえてこえへんくなれへん。そうじゃん、俺もかけへんな、音楽。マジで、うん、え、掃除する気なる、うん、いや、掃除はもう掃除やもん。音楽、音楽。わかる。俺も掃除しだしたら、ら掃除しだしたら掃除したいねん、もう。だから、別に、お、あ、二の次。でも掃除しようってなるまで俺はめっちゃ遅いから。うん、そう、私だってまだ衣替え
してないもん。衣替えって何よ。あ、服とかを、うん、全然。いや、俺もしてないで。あの、半袖がメイン今メインはおかしいわえ、あの、ほんまにさ、上から袋ボーンって下ろしてきてトレーナー探して着るみたいな。今まだその状況です。1月になったらしようかなと思ってます。俺はもう衣替えせえへんでいいような状態にしてる。あー、あれか、もう俺もそうやわ。なんだっけ、いや、服はあるとは思うで、あるとは思うけど、もうその同じラックの中に全部収めてるから、うんうん、あ、そうか、夏物もアウターはもうそのクローゼットの中に入れてるけど、夏もパンツも、あと何、そのアウターというか、まあトップスの羽織り物系とか、はい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 、インナーちょっと増えてきたから、まあでもそやな、いらんもんあったら俺すぐ捨てれるから、断捨離。うーん、すごいな。そうね、それ、いくらほど早くないんやろな。だから早すぎるんだよ。何今の CD ちょっとね、引き立てた掃除しやすいとかのもろもろには状況にはなってんな。うん、いいの。確かに、ほんまに必要なもんだけど。掃除のポイントって床に物置かへんことやと思うね。わかる。うん、こんなやさ、床しか物ないやん。うん、だって上見てみんや、めっちゃ綺麗やん。少なすぎんねや。ただ1個。あ、そうそうそう、ほんまそう。ベタ置き、俺あんまりベタ置きするものをあんま好きじゃなくて。この部屋の状況って最悪や。なんか足があるやつが良くて。はいはいはい、浮いてるの。そう。でもその方が掃除しやすいよな。しやすいね。下こうさ、うん、掃除機通せるし、うん。そうなんよ。だからあんまりこうベタ置き系のあんま好きじゃないから。そういうなんは、少ないようにはしてるかな。そんな感じかも。コンポやな。聞こえたけど。大丈夫、メンバーじゃない今の。今のメンバーじゃないかな。外バリ消えとったぞ。うらうら今のは私たちのメンバーじゃないな。安心してください。あと、はい。さっき。これ結構大事ですね。あ、私はいろいろすぐ忘れちゃうので、置く場所が決まってないものとか、どこに置いたかメモってます。えろ、あと、なぜかお風呂掃除は入念にしてしまうんですが、鏡が曇りがちで、ボディーソープとかを、薄く塗ってシャワーで流すと曇りが取れるのでおすすめです。その通り。そうなの？初めて知った。ボディーソープ結構、あの、万能やで。マジか。ベトベトなりそうやけど。んやりすぎたらあかん。え？やりすぎたらあかん。でも、そのやる、てか薄く塗るだけで全然大丈夫やん。だって、ボディーソープなんて、普通に、な。使うし、うん、あんま使いすぎてもったいない。確かに、うん、曇り止めもあるけどね、曇り止め売ってるけど、鏡専用の高ないあれ。うーん、まあ人感じ方やな。あ、そうなんや。俺それし、でもそうやってやる裏技知らんかったわ。私も知らんかった。鏡曇りやったらもうボディソープ一回バーってやって脱がしといたら、多分そのしばらくは綺麗になるの。ええー。すぐ曇るしな、そんなもん。まあそうですね。しかも今冬やし、余計蒸気やわ。うん、ホットで蒸気ありますかっていうのありますね。あとは、やっぱ歌丸多いな。歌丸多い。歌丸最強やもん。何でも聞くで。だって歌丸さ、あれやんな、野球部とかさ、サッカー部のあれやな、うんうん、ユニフォームな。あとそんな、すごいな。万能中の万能。ミキュ。すごい名前。とりあえず磯面の YouTube 垂れ流しにしてやる気を出します。ありがとう。掃除をしてそのうち、あれこんな回あったっけ、いつの YouTube だってスマホを開き、その懐かしい YouTube を見ます。1日が終わります。あ、だから掃除はできません。してないんやな俺な。結構な、まあ、YouTube 結構さ、こう何垂れ流しとかさ、うん、まあ、それこそ曲をかけながらってようやるやんか、うん、俺それなせえへん人やねん。俺基本もんやねん、何するにしても。え、結構俺さ、なんか、だから、え、掃除ができるっていうことですね。
いや、ちゃうちゃうちゃう、何す普通にとかでしょ。そうそうそう、なんかする時も絶対音楽かけるやん。うん、かける。やろう。つけの無理、メイク中とかやろう。俺もう何もかけへんねん、ムーやねん。あでも確かにグレムーの時間できる人やね。俺何もかけてへんやん、基本的に、うん。私、洗濯物干しに行くときもベランダまでわざわざ携帯持って行ったことある。ちっちゃい音やけどな。さすがにちっちゃい音やね、うん。でも歌いながら、ほんほんほんってやりながら。いや、俺何もかけへんねん。じゃないと無理。その無音で何かできる集中力がないねん。え、それに集中できん？無音。だって音楽かかったら音楽集中するやん。いや、なんかそれが知らん間に聞こえなくなって、そっちに集中しに行ってるんですよ。いや、音楽の方が集中できるって絶対。なんかあのドラマでいうさ、後ろで流れてる感じ。あー、バックミュージック。そう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 、だから基本集中してるのはお掃除とか集中お掃除とかやけど、なんかまあ、あのテレビつけっぱなしの人とかいる。俺、うん、俺そのタイプやわ。それと一緒やね、うん、それもするする、うん、全然する。わかるわかる。とりあえずなんか音がないと無理やね。そうじゃ、いいや、俺テレビもないしな。パソコンでもつけれるやん。でも別にいらんでしょ。いらんいらんでしょ。もう無無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 。でもそれすごいな。俺も落ち着かんかも、無音の方が。落ち着かへん、怖いし。普通にもうゼロ。人の足音。マジっすか。怖いってだから怖いね。もう人の足音だけ。すげえ。曲聴いたらやっぱ曲を聴いてまうから、やっぱり。あ、そうか、掃除に集中がいかんのか。うん、なるほどね。ってなってまうか。あと歌ってまうな。それはそれでさ、そっちにちょっと振り切る時間みたいな話なんだ。掃除できひんやん、だってそれは。ちょっと後回し休憩で、で、この日記は、掃除はできないって落ちですね。そういうことね、うん、最終的にはやけど、やらなあかんな。ちょっとまあまあまあ、ちょっとあと1人ぐらい。じゃあ読みますか。はい、はい、何かちょっと気になるやつが一個あって、うん、コマ、うん、最近購入した無印良品のこのグッズめっちゃいいです。あ、キッチンのシンクとか、ね、蛇口とかがピカピカになりますよ、うん、掃除嫌いなので便利グッズめっちゃ探します。これね、シート、水回り、それで拭けばいいってこと。これで拭いたらめっちゃピカピカになるらしい。なんか無印ってマジ天才やな。いや、研磨剤入ってんねんな。マジで天才だと思う。え、買いに行こう。無印行きたいな。うん、行きたい。な、300円。無印爆買い企画やりたい。うわぁ、化粧水とかバリ買うと。俺、私は食品ばっかりやな。でも無印のご飯とかうまいよな。めっちゃ美味しい。やばい、お気に入りがあるから。好きやね、な、うまいな。食べたことないわ。お菓子も普通にうまいしな、無印の。いいですね、無印企画ですね。でもほんまにちょっと買わないとあかんな、時期が。ほんまに掃除の時期やわ。掃除しなあかん、マジで。でもさ、私もあの小学生の時の話やねんけどさ、うん、絶対大掃除って小学校でもあるやんか、うん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 、でその時にさ、なんかあの水場の担当やって。えっ、ほうほうほう。でその時に水場って言ってもあの手洗うとこのやつやったから、まだそんな汚くはないけど、その時はじゃがいもの皮を持って行って。えー、すごい。でも多分それってさ、言ってまあ汚いやんか、もう 生ゴミに変わってるから、うんうん、その時にこれがあったら手もそんなに汚れへんし、あれへんし、うんうん、めちゃくちゃ良かったなと思った。確かにね、学校でもいいな今はな、うんうん、便利グッズがめっちゃ多いからな。いいな、あふれ返ってます。いいことよ。でも皆さん考えて作ってるっていうことなんで、うん、考えすぎやんな。ほんまに便利な世の中ですよ。便利な、ありがとうございます。とかとか、はい、まあ、そんな感じかな、うん、みんなでも結構掃除する人はして、あれやね、掃除続かへんって人は続かへんね、うんうん、まあ、大掃除は一回頑張りましょう。いや、そうね、うん、俺らも頑張ろう。最新さんが来る、ね、頑張ろう。え、年神ね。最新様が年神ね。年神さん、もう名前間違えてる時点で来ないけどな。無理やって、呼ばないと。とりあえず神様や。来年しっかり見守ってもらうんで、はい、はい、最新さん。今のみんな笑ってくれたのに、ね、入ってなかったよ。カットされて。いや、もう切るよ。おもう切らして。ほんまに滑ったやつだよ。皆さんツイートありがとうございました。ありがとうございました。来週のテーマは、はい、クリスマス前ということなので、皆様のクリスマスの過ごし方。
クリスマスの過ごし方を教えてくださいませ。あ、教えてください。何やろ。私たちのクリスマスの予定はちょっと言えないんですけど、みんなの予定聞きたいな、なんて。なんで言えへんねん。言えるやろ。秘密主義。別に言いたいやろ。まあ来週言います。そうですね、来週言いますので、それも楽しみにしてもらって、はい、みんなのクリスマスの予定をお聞かせください。はい、はい、ということで今日の放送終わります。おつめー。